できるドライバーとできないドライバーがいるんですが、できるドライバーって全然敵作らなくないですか？お客様ともめちゃくちゃ仲良くしてる印象。皆さんこんにちは。タクシーチャンネルゲンタです。本日はこちら、できるドライバーについて語っていきたいと思います。私は20代の頃から5年間タクシードライバーを続けています。その経験をもとに、できるドライバーの特徴について、これからタクシーを始める方にも分かりやすいようにお伝えできたらなと思っています。よかったら最後まで見ていってください。ちなみに最後には、できるドライバーの売上の作り方、数字の分析の仕方ですね、について解説しています。おまけつけています。最後までぜひ見ていってください。それではどうぞ。はい。まず、できるドライバーを説明する前に、できるドライバーってどんな定義で話したらいいかなっていうのを考えてみました。できるドライバーは、まず、無事故無違反は当然。月収50万以上も、当然。本気出せば70万ぐらいまでは上げられる能力のある人。あとは人格、人間関係がこう円滑に行く人ですね。性格がいいとか、挨拶ができるとか、まあそういう、この人嫌いじゃないなって思われてる人、いい人だなって思われてる人を、できるドライバーという定義にしてみました。そんなできるドライバーになるためには何をすればいいのでしょうか？それを説明していきます。まず一つ目。接客面でお客様の気持ちで接客しているっていうところですね。これは非常に大切なことですが、多くのタクシードライバーの皆さんはできていないなと思ったりはします。よくありがちなのが、女性のお客様が一人でのご乗車された場合、携帯とかいじってなんかこう連絡とかしてるのにもかかわらず、お客さん今日は暑いですね、どこに行かれるんですか、彼氏ですか、デートですか、パパ活ですか、みたいな聞いてしまうドライバーいらっしゃるんですよ。それって、まあ、すごい迷惑っていうか、なんか雰囲気あんまり良くないじゃないですか。そういうのはあんまりその相手の立場になって考えられない接客をしている方って、まあそこそこ一定数いるんですよね。そういうのは非常に初歩的ですが、やめた方がいいと思います。またグループ会社ですね。グループによってはこれ聞くことが義務付けられたりはするんですが、車の温度が暑いとか寒いなって思った時って、なかなかお客さんの方からすいません、寒いんで、エアコン止めてもらえませんかって言いにくかったりもします。その時に、こちらから先にですね、乗った時に、もし寒かったら、エアコン止めますんで行ってくださいねとか、寒くないですかって一言声かけるだけで、お客様すごい安心すると思うんですよ。だからそういうのをこう自然にできるみたいなのとか、あとそうですね、お止めする場所で、こう、降りにくい、ガードレールが降りにくい箇所があったら、ちょっと先とか手前でガード空いてるところでお止めしましょうかみたいに言ってあげると、お客様は非常にいい気持ちで、降りられるのかなと思うので、便利ですよね、そっちの方が。なので、そういうお客様の気持ちに立った接客ができると、やっぱりいいのかなと思います。二つ目、できるドライバー、これ売上についてなんですが、東京はもう人の流れと街の特徴、この二つは、考える上で、売上を作る上での考え方のベースとして必須の知識です。例えば人の流れなんですが、コロナ後はですね、コロナ前と比べてそこまで顕著ではないんですが、基本的にはこういう流れです。都心部、朝ですね。朝、都心部に働きに来るお客様が郊外から一気にこう流れて、まず真ん中に流れてくるんですよ。この人流れ。で、仕事が終わる5時、6時、7時になると、この郊外の方が飲み屋にこう行ったり、あと郊外に流れていく。こういう流れ。家に帰る時ですね。で、お酒飲んだ、お客様とかも、結局その飲み屋が、東京には例えばいくつか、六本木、渋谷、新宿、新橋、まあ、たくさんの飲み屋があるんですが、そういうところからまた郊外に流れていくっていう。このその大まかな流れですね。を、まずきちんと頭の中に入れておく必要があります。で、その、働く人はそういう流れじゃないですか。逆にその、老人の方とか、病院に行かれる方とかっていうのは、また違った流れをするんですよね。おばあちゃんの方だと、まあ10時とか9時とかに、こう、郊外から病院まで行って、お昼2時とかに病院からまた郊外に帰るみたいなお客様もいらっしゃったりするので、その大きな人の流れっていうのはイメージできるにはしておきたいです。もう一つ、街の特徴。街の特徴も、東京の街は大きく、まあいろいろな街があるんですが、本当に港区、中央区、千代田区はもうビジネスだったり、新宿、渋谷、池袋は、その遊びの街、若い人の遊ぶ街だったり、青山はお買い物の街だったり、恵比寿だったら、こう、おしゃれな男女が飲みに来るだとか、
そういう街の特徴が絶対にあるんですよ。で、その街の特徴とその時間帯のその人の流れを合わせて、やっぱりその全体の人の動きを掴んでいくっていうのは非常に大切なことなのかなと私は思っています。で、その流れとか街の特徴をかなり細かく捉えているっていうのが、できるドライバーさんの特徴ですね。さらに、できるドライバーは自己管理能力にも長けています。休憩時間をどこで取るのかとか、今日は休みだから休みの日の使い方とか、まあ、有給も最近はタクシー業界しっかり取るようになっていて、その有給を例えば何月に取るのか、そういう使い方、自分の時間の使い方ですね、非常にここはうまいなと思っています。体力がもともとある方も多いので、休憩そこまで取らないっていう人も多いですが、長く、まあ10年とか5年とか、この仕事を続けていきたいと思うのであれば、私は休憩しっかりとって、お休みの日もしっかりとって、有給もしっかりとって、メリハリをつけた仕事スタイルの方が私はいいのかなと思ってますけど、まあできるドライバーさんで結構休憩取ってなかったりするんですよね。すごいですよね。まあただ法的に決められた休憩はまあ3時間なので、そういった取ってくださいね。次、できるドライバーは敵を作らない。いや、本当にこれは思っていて、例えば内勤さん、内勤の上司の方と、まあ、ドライバー、の方って、あんまり顔を合わせる機会って多くないんですよね。朝の点呼の時、営業所に帰ってきた就業時。この2点、2回だけなんですよ。で、この時間もまあ30分ぐらいなので、そこまで話す機会とかないんですよね。で、話す機会がないってことは、コミュニケーションがちゃんと取れてない状態で、悪いことがあったら、ひたすら怒られるっていう関係性になりがちなんですよ。例えば事故があったり、苦情があったり、道間違いでクレームが入ったりしたら、やっぱり、内勤さんはそのドライバーを呼んで怒んなきゃいけない。それは仕事なんで。ただ、それに関して、こう、反発してしまうとか、その、あいつはなんかすごい嫌なやつだって、こう、バチバチしたところで、何の、その生産性もないじゃないですか。なので、まあ、そこは自分で反省しつつ、その内勤さん内勤さんの仕事があって、ドライバーはドライバーの仕事があって、まあ、そこでこう、バトルするわけで、してはいけないというか、敵を作っていけない。バトルするってことだったら嫌いになってしまいますし、なんかあいつはムカつくよね、とか、ドライバー同士でほとんど関わりがないのに分からず、なんかいつもかつけよね、こう敵をたくさん作るような人が全くできるドライバーではないなと思います。はい、次のできるドライバーの特徴は、数字で考えるというところですね。今日俺さ、8万売り上げたんだよね。今日俺10万売り上げたんだよね。って言ってる人が、まあどの程度その数字で、売り上げを作っているのかっていうのは、本当に話をちょっと深く聞いてみれば分かります。例えば今日10時までに、3万6千円だったんだけど、いつもは3万2千円なんだよね。っていうことは2千円上振れしてるんだよね。で、なんでだと思う？で、ここのチケットの単価がいくらで、この単価チケット引いたから、その分多分上振れしたんだと思うとか、今日はその、グループの乗り場があそこ空いていたから、そこにつけたら結構すぐお客さん乗ってきたんだよね。そこの単価って大体4千円なんだけど、そのお客さん、まあ2千円だったんだよね。だけど、乗り場が空いていたから、2周3周できたんだよね。だから、上振れしたんだよね、とかって。話聞いてればすぐわかるんですよ。あ、この人ちゃんと数字で考えてるんだ、とか。たまたまこう、大きいお客さんに当たった、とかっていう人は、まあ基本的にはそういう、あんまり数字というか、数字じゃない、ギャンブル的な感じのことが強いんですけど。まあそういうふうに数字で考えられる方は、本当にできるドライバーにすぐなるなっていう感覚ですね。で、私が思うできるドライバー、最後の特徴ですね。短期目線ではないけど今、みたいなところがあって、これちょっと説明するの難しいかなって思ったんですが、なんか、そのドライバーさんとかって、やっぱり3年とか2年とか1年のスパンで、その自分の収入とかをちゃんと見てるんですよ。だけど、その、今も一生懸命やってるんですよ。だから1年間で年収800万いきたいから、この月は、だいたいまあ、月収60万ぐらいかなとか、70万ぐらいかな、ここで有給取るから少し下がるかなとかってまあ、多分計画があって、その計画を達成するために、今日の一日を一生懸命頑張るっていう感じなんですよね。で、その計画上では、例えばじゃあ今日は8万やれば大丈夫だなっていう計画かもしれないんですけど、8万やったからじゃあそのままなんかもう満足して帰るっていうことじゃなくって、8万やったら、あ、もう今日もっとできそうかもしれない。じゃあ、貯金作っておこうかな、みたいな感じで結構やってくるんですよね、その、超えてても。だそういうのは素晴らしいなと思います。私、割かし8万やったら、もう8万到達したから、まあ、もう今日事故もないし、クレームも絶対ないはずだから、今日はいい気持ちで帰ろうとかと思ってしまうタイプなんですが、だからそういう、自分より利用率が高いドライバーもいる中で、そういう方の特徴を見ていると、本当にそういう感じですね。今日8万も変わったんだけど、なんか10万やっちゃったわ、みたいな。え？みたいな。全然使えてないじゃん、みたいな。
え、休憩したんですかって、もう休憩もいつも通りだけど、まあちょっと少ないね、みたいな。いや、全然してないじゃん、みたいな。とかいろいろあったりするんですが、本当にそういう方は、自分のその 100% 以上のものを結構持ってくるんですよね。それすごいなと思います。はい。以上ができるドライバーの特徴になります。いかがだったでしょうか？意外とですね、誰でもできない仕事でもないですが、やっぱりできるドライバーの人っていうのは、誰もがやっていないことをやっていたり、当たり前のことを毎日毎日毎日続けて、まあ、3年、4年、5年で過ごしている方が多いんですよね。数字で物を考えるって言っても、やっぱり慣れてくると、まあ今日はなんとかなるし、いいか、みたいな感じで、数字のことなんか考えなくなってしまうんですが、そういうこと、そういう方は、できるドライバーの方は、まあ、ずっと、毎日、当たり前のことを当たり前に繰り返したり、することも、まあ、すごく大事なことだなと、難しいですし、って思っています。最後におまけですね。数字、売上の数字の作り方。これは、ちょっと軽く説明しますね。はい、それではこちらの資料を参考にちょっと話していきます。まずは8時から28時までの確実勤務を例にとって考えています。これ時間とかは変えていただいて全然結構です。で、一つ目ですね、まず先にやることが8時から28時までの20時間を4つの、分割、4つの時間帯に分けてください。休憩も考慮して、で、分けてみると2つ目ですね、この2番のところ分割でこうなります。まあ、A、B、C、D って書いてあるんです。まあ、4つに分ければ何でも大丈夫です。で、A は8時から13時、休憩は1時間含むですね。B は13時から18時、休憩1時間含む。C は18時から22時、休憩なし。で、D は22時から27時、休憩1時間含むと私は仮に分けています。これも少し多少変えても全然大丈夫です。ただ大体均等になるようには、時間数がですね、稼働時間が均等になるように分けていただけるとすごいいいかなと。思います。で、3番目ですね。さっきの分割の27時の、28時は帰港の時間ですね。帰りの時間とかの時間になります。なので27時まで。で、3番、それぞれの売上を計測していく。で、別紙ですね。5年前に始めたばかりのエクセルシートがあったので、それを参考に、恥ずかしいんですけども、解説していきます。解説続けていきます。で、こちらですね。2017年3月度のエクセルシートです。5年前に始めたばかりの時の、一生懸命頑張ってましたね。こう見ると、ここですね。右側の A、B、C、D。ここが先ほど分けた時間帯の売り上げになります。例えば、2017年3月15日の時間 A の時間帯は17,890円の売り上げ。で、時間 B ですね。でか16,930円の売上。時間 C が26,570円の売上。時間 D が26,380円の売上。で、合計を見てみると、売上高が87,770円ですね。この日は3月15日木曜日で天気は晴れでした。実写率は 56.18。回数が37回。単価が2,372円。ETC を使った高速道路が2回。で、チケットが1回。で、休憩が2時間42分でしたね。という感じで、まあ、一応メモはしてるんですが、この先ほど分けた A から D の、この時間帯の売り上げの平均値がここにあります。18,670円とか14,000円。で、ここを下がっている日、例えばこの日ですね。3月6日の9900円しか売ってない日。こういう時に、しっかり、フィードバックをして、自分の動きを変えていけるかっていうところが大事になってきます。で、この売上の積み重ねなので、ここを、例えば、A は1万8000円毎日に、B は1万4000円、C は1万8000円って、こう、ノルマを決めてやっていくと、1日の売上がまず大崩れしなくなってくるので、このあたりは非常におすすめの数字分析と売上の作り方になります。以上、本日の動画はいかがだったでしょうか。これからもタクシーに関わる情報を日々発信していきます。チャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。